I was like, are you serious? And he was like, yeah, I'm not joking. And I was like, wow. Hey, what's going on, everyone? アメリカ人の会話の中で I was like, yeah, he was like といったフレーズを頻繁に使っていることはお気づきでしょうか？これは日本人の口癖、yeah, 何々みたいな感じと同じようにアメリカ人の一種の口癖のようなものなんです。今日の動画レッスンでは I was like や He was like の2つのパターンの使い方についてご説明をしたいと思います。過去の出来事を話すときに何々という感じだったや何々のようだったの意味として非常によく使われる口語的な言い方が I was like 何々、空欄の部分にはその時思っていたこと、考えていたこと、もしくは感じていたことが入ります。I was thinking to myself 何々に置き換えて考えたらわかりやすいでしょう。例えば電車の中で隣の人が携帯を取り出して急に大声で話を始めたとしましょう。この出来事を友達に伝えるときに I was like, why are you talking so loud? We're in the train.なんで大声で話すの？電車の中だよと思っていたと感じていたことを表します。ここでは直接その人にそれを伝えたわけではなく、その時に感じていたことを友達に伝えるニュアンスになります。過去の出来事について話しているので一般的には I was like を使いますが、人によっては過去の出来事でも I'm like のように現在形で使う人もいます。それでは例文を聞きましょう。 The train suddenly stopped, the lights went out, and I was like, what's going on? 電車が急に止まって電気も消えた時に何が起こってんのって感じでした。 My friend was pretty bummed out that he didn't pass the test, but I was like, dude, it's your fault, you didn't study. 私の友達は試験を落ちてかなり落ち込んでいました。でも勉強もしてないし、君のせいでしょって僕は思っていましたけどね。When I ate natto for the first time, I was like, ooh, this is smelly and sticky. 納豆を初めて食べた時は、うわ、くっさいしネバネバしてるって感じでした。過去の話をしている時に、何々さんは何々と言いましたを表す表現が、He was like 何々、She was like 何々、He said と She said と同じ意味合いを持ちますが、 He was like She was like の方が口語的な響きがあります。例えば彼は疲れたからもう家に帰るって言いましたという場合は He was like I'm pretty tired, I'm gonna go home. 彼女はもうマラソンは絶対に走らないと言いましたは、She was like, I am never running a marathon ever again という具合に使われます。感じていたことなのか、実際に言ったことなのかは、会話の内容で判断をする必要があります。それでは、例文を聞きましょう。My buddy from LA visited me last week, and he was like, It's freezing in Japan. 先週ロスから友達が遊びに来ていて、彼は、日本ってめっちゃ寒いねって言ってました。Brian asked me to go skydiving with him, and I was like, no way. ブライアンに一緒にスカイダイビング行かないかって誘われたんですが、絶対に嫌だって断りました。She was like, why didn't you invite me? And I was like, but you said you didn't want to go. 彼女は、なんで誘ってくれなかったの？と言っていて、それに対して僕は、でも行きたくないって言ってたよね？と言いました。次は、It's like 何々。アメリカ人は like を文章でよく使いますが、特に意味もなく口癖で言ってる人が多いです。You know と同じように、like は次に何を言うかを考えるときや間を埋める役割を果たします。例えば、コンサートに行って友達が、ねえ、コンサートどうだった？と聞かれたときに、It was likeThe best concert. 最高のコンサートだったよを意味し、ここで使われる like は何の意味もありません。It was like the best concert.
It was the best concert. 意味は全く同じです。時間や距離など数字を表すときに使われる like は、だいたい何々ですや、何々ぐらいかなを意味し、about の代わりとして使うこともできます。それでは例文に行きましょう。He's like a really nice guy. I think you'll like him. 彼は本当に優しい人だよ。きっと気に入るよ。There was so much traffic. It took me like 2 hours to get home. 渋滞が本当にひどくて、家に帰るのに2時間ぐらいかかったよ。I usually work out like 3 to 4 times a week. 週に3回か4回ぐらい運動してるかな。今日は like が会話でどのように使われているかを解説しました。I was like という場合は、その時に自分が感じていたことを表し、He was like, she was like は、彼は何々と言いました。彼女は何々と言いましたのように、形式は全く同じなのですが、会話の内容によって判断をしないといけません。そしてもう一つの使い方は、特に意味のない like の使い方。He's like a really nice guy っていうのと、He is a nice guy っていうのは全く同じで、このような状況で使われる like は特に意味がありません。アメリカ人の日常会話では本当によく like が使われ、逆に like を使いすぎてしまうと、頭が悪い人、頭の回転が遅い人のように見られてしまうかもしれないので、私の意見としては、理解することは非常に大事、適度に使うことも OK。しかし会話の中で使いすぎだけには注意をするようにしましょう。また like はとてもインフォーマルな表現の仕方なので、ビジネスの場や目上の人、またはフォーマルな状況の中では like はできるだけ使わないようにすることをお勧めします。今日の解説と例文はすべてブログに掲載していますので、内容をもう一度見直したい方は下のリンクをクリックしてください。 Thanks for watching today. You guys have an awesome day, and I will catch you again next time. Take it easy. Peace.